皆さんこんにちは。11月17日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。今日11月17日はドライフラワーとしても人気の高いスターチスの誕生日です。スターチスはその独特な風貌と長持ちする美しさで知られ、多くの人々に愛されています。このセッションではスターチスの花言葉、原産地、学術的な特徴、そして人々の注目を集めたエピソードについて掘り下げていきます。スターチスは見た目の魅力だけでなく、その持つ意味や背景にも深い物語があります。ではスターチスが紡ぐ色とりどりの物語に耳を傾けてみましょう。スターチスの花言葉は永遠の美です。この花言葉はドライフラワーとしての長持ちする美しさと、その繊細ながらも強い印象から来ています。スターチスは地中海沿岸地域が原産地で、磯松科に属します。生き生きとした色合いとユニークなテクスチャを持つ花は、生け花やドライフラワーに使われることが多く、その耐久性と多様な用途が魅力です。学術的には乾燥に強いその特性や特有の花の形状が研究の対象となっています。スターチスが注目を集めたエピソードとしては、あるアートイベントでスターチスを使った大規模なインスタレーションが展示され、その美しさと創造性が SNS で話題になったことがあります。またあるファッションデザイナーがスターチスをモチーフにした衣服を発表し、そのユニークなデザインがファッション業界で大きな注目を集めました。今日はスターチスという特別な花について探求してきました。その永遠の美という花言葉が示す通り、スターチスはその持続する美しさで私たちに影響を与え続けています。地中海沿岸から始まったその旅は、世界中の花愛好家の心を捉え、多くのアート作品やファッションに影響を与えてきました。スターチスにまつわるバズるエピソードは、この花が単なる自然の産物であるだけでなく、人々の感性や想像力を刺激する源泉であることを示しています。その独特な美しさは、私たちに自然の脅威と多様性、そして美の持続性について考えさせます。皆様にとって本日のお話がスターチスへの新たな理解を深め、その魅力が日々の生活に彩りを添えるきっかけになれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆様にとって今日が素敵な一日になりますようにお祈りいたします。